重量になったら一人部屋になるんですか。一応そうですね、重量から個室を与えられるっていう、はあ、まあ部屋によって違いますけど。もし一場所で落ちたら帰るんですか、大部屋に。これはなかなか難しいところで、はあ、自分は落とすべきと思ってるんです、はあはあ、っていうのはやっぱ落として個室っていう生活を味わってやっぱいいなっていうのから一回落とすことによってもう一回戻りたいっていう、そういうような気持ちにさせなきゃっていう考えなん で結構言ってたんですよ自分は、うん、言ってた手前自分32歳でもうベテラン中のベテランで落ちて、はい、どうしたんですか。いやもう戻りました。大部屋にですか。東京場所は家があるんで、はい、結婚してたんで、はい、家ですけど、はい、地方場所は若い衆と同じところに行って、はい、でも2年もそんな続くと思ってなかったんでもう早く戻りたい2年長いっすよね。いやいや長いっすね。